はい、こんにちは、116ウィンズです。開幕から1ヶ月が経過した MLB、 前回の動画ではこの春想像よりもずっといい活躍を見せている選手、なんなら想像の10倍くらいインパクトを残しているなと思った選手たちを何人かピックアップしましたが、今回はその逆、ちょっとこの春心配になるような状態の選手について自分が感じたところなどをお話しできればと思っています。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はパイレーツのクローザーデイビッド・ベドナー。昨年はセーブ王、ここ2年間連続でオールスターにも選ばれているベドナーですが、ここまで13試合11回を投げて防御率 11.45 と大荒れのスタートとなっています。13試合のうち7試合で失点し、さらに3失点以上した試合がすでに3つを数え、早くも昨年1年間の自責点に並びそうな勢いで点を許しているような状況で、特に彼のピッチングの軸であり、アウトピッチでもあるフォーシームがかなり痛打されている印象ですね。フォーシームの被打率3割4分4厘、ランバリューマイナス6はらしくないなぁと。空振りを奪うことですとか、ボール球を振らせることに関しては例年並みの水準でできていますし、フォーシームを高めに集めることはできていますので、その点については問題ないと思っていますが、気になるとしたらゾーン内のスイングを誘発できていないことでしょうか。ゾーン内スイング率 59.5% はキャリアで最も低い水準でして、相手打者のアプローチとして高めを捨て、甘く入ってきたやや低めの速球を狙っているんでしょうかね。ボール自体のクオリティが落ちているわけでもないとは思いますので、いずれ持ち直すとは考えていますが、1ヶ月を通してここまで失点を許す展開は予想外でした。かつてベドナーとトレードされたパドレスのジョー・マスグローブも今季あまりいいスタートとはなっていません。8先発41回を投げて防御率 6.37、 クオリティスタートこそ4回記録していますが、同時に早々にノックアウトされる先発も目立っているようなこの春です。今季のマスグローブはここ2年間と比べて四球のペースがやや多めで、ランナーを抱えがちなところ、さらに現時点で MLB ワーストタイとなる10本のホームランを許していることも失点がかさむ一因ともなっているかもしれませんね。また最近のマスグローブを支えてきたフォーシームの平均球速が昨年比で少し落ち気味なせいなのかもしれませんが、こちらもかなり打たれている状況で、ランバリューマイナス8と大きなマイナスを作っている状況。本来はバレリアハードヒットを回避するなど打球管理にも優れる選手ですが、そこも今季はここまで全体的にはうまくいっておらず、なかなか苦しい印象です。ただそんなマスグローブですが、前回先発のレッズ戦では速球のスピードも出ていて、ゲームスコア的にも今季一番の内容でしたが、それをこの後コンスタントにできるでしょうか。ここからはバッターですが、昨年の新人王ダイヤモンドバックスのコービン・キャロルはちょっとどうしちゃったんでしょうかね。今季はここまで大スランプに陥っており、打率1割9分7厘、OPS5 割4分6厘、そして WRC+65、開幕してからずっと何かおかしい状態でしたが、4月中旬以降は一層厳しく、具体的には4月13日以降の打率がわずかに1割5分6厘、ものすごく打球指標に優れるタイプではないとはいえ、今季の平均打球初速 84.6 マイルは MLB 下位 6%、ハードヒット率 28.4% も MLB 下位 8% ということで、さすがにこれではノーチャンスすぎます。キャロルはシアトル出身ですので、先日のマリナーズ3連戦は地元凱旋ということにはなりましたが、3連戦通して10打数ノーヒット、そのほとんどがイージーアウトな感じで、かなり重症な印象も受けました。特に今季のキャロルは昨年比でポップフライの割合が倍増しているあたり、やっぱりどこかずれているんでしょうね。D-BUCKSとしても今年勝つ上でも打線のコアであるキャロルの復活は不可欠であり、彼の打順を下げてきっかけをつかむのを待っているような状況ですが、長いトンネルからの出口は見つかるでしょうか。続いてはブレイブスの主軸であるオースティン・ライリー。出だしは好調でしたが、ここ2週間くらいで急速に打撃が冷え始め、現状打率2割3分5厘、 OPS6 割9分7厘、 WRC+99 とトータルではリーグ平均くらいの成績となっています。先ほどのキャロルの深刻さを考えたら、ライリーは全然心配するほどでもないように思いますが、個人的にライリーに関して少し気になっているのが、フォーシームにめちゃくちゃ苦戦している点。ここまでフォーシームに対して打率1割ジャスト、 WOBA も1割8分5厘と全く打てておらず、ライリーの対フォーシームのランバリューマイナス8は MLB 全打者の対全球種の中で最も悪い数字となっています。シンカーやカッターには結果が出ていますので、速球系全般がダメというわけではないのですが、とはいえやはりフォーシームが一番割合としても多い球種ですから、それに対して結果が出ていないのはやはり心配ではあるなと。今後も続けば例年通りの活躍が期待できなくなってしまいますからね。一方でライリーは対フォーシームの X 系の指標は昨年と大きく変わるわけでもありませんので、現状は運が悪かっただけ、持ち直す可能性もあるとも思っていますが、気には留めておきたいところかもしれません。昨年大ブレイクしたロッキーズの外野手ノーラン・ジョーンズも悪夢のようなスタートとなっています。ここまで打率1割7分、 OPS5 割1分9厘、 WRC プラスわずかに32、打者天国クワーズを本拠地としているせいで余計に数字が悪く見えてしまいます。
ジョーンズがここまでゴロの割合が大幅に増え、バレ率も昨年の 15.7% から今季 3.5% と大幅にダウンしたことでパワーを全く発揮できず、またもともと多かった三振もさらに増えるなど、シンプルにいいバッティングができていないのがまず一つ。もう一点気になったのが、今季のジョーンズは昨年比でスイングを減らしたおかげか、空振りですとかボール球を追いかけたりですとか、そういったアプローチ面はむしろ良くなっているとも捉えられる反面、ストライクの見逃しも増えていて、見逃しストライクの数は現在 MLB で5番目に多く、また見逃し三振の数も MLB2 位。狙い球でなかった打席でのプラン通りの見逃しならいいと思いますが、振らなすぎて良さを発揮できていない可能性もあるかもなと。ジョーンズの場合はストライクゾーンのギリギリであるエッジの割合が MLB で3番目に高く、厳しく攻められている可能性も否定はできませんが、少し積極的になる必要もあるのかもしれません。日本でもすっかり知名度の高いメジャーリーガーとなったレイズのランディ・アロザレーナですが、彼もジョーンズと同じくらいのレベルで打てていません。レイズ打線の中軸を担う彼が打率1割3分9厘、OPS4 割5分5厘、WRC プラス39にとどまっている現状が、ここまでリーグ下位に沈むレイズ打線を悪い意味で象徴してしまっているかもしれません。アロザレーナに関しては、とにかくハードヒットが消失しているのが痛く、ハードヒット率 34.6%、XWOBA2 割7分2厘は、ともにキャリア最悪のペース。なかなか彼らしさを発揮できていないところで、加えてもともと空振りが少ないタイプではないとはいえ、それがさらに増えてしまい、でバットに当たったと思ったらポップフライの割合が 14% もあるようでは、まあそらアウトをただ増やしてしまうよなと。とにかくハードヒットを増やして、かつちょうどいい角度の打球としないことには、成績も上向きそうにはない現状ですが、彼もどうなるんでしょうかね。そして最後は我らがマリナーズのミッチ・ガーバー。今季マリナーズ待望の打てる DH として迎え入れられたガーバーですが、打率1割4分3厘、OPS5 割5分3厘、WRC プラス67スタートは効いてませんよ、全く。去年レンジャーズの世界一に大きく貢献したあのバッティングはどこへ消えちゃったんですかと。今季ここまでのガーバーについては、空振りも三振も昨年から大幅に増えてしまっているのが、まずらしくないというか、期待していた姿と違いますので、シアトルでボールを見る難しさももしかしたらあるのかもしれませんが、加えて足の速さが MLB 下位 25% にもかかわらず、ゴロも大幅に増えてしまっていますので、まあこれでどう打つんだという感じですかね。依然としてリーグ平均以上とはいえ、ボール球にも昨年と比べると手を出してしまっていますし、良さを発揮できない開幕1ヶ月となってしまいました。しかし先日のブレイブス戦で放った逆転サヨナラツーラン、あれがターニングポイントみたいになってくれたらいいんですけど、現状の打撃の内容には心配するポイントしかありません。ということで7人ほどピックアップしてみましたが、まだまだ開幕1ヶ月、実力のある選手たちですので、この後しっかり修正できたらいいんですけどね。皆さんにとってもちょっと心配な選手いましたら、ぜひコメントに残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。